ミッキー・アイルは日本の競争馬、シュボバ。主な勝ち倉は2014年の NHK マイルカップ。2016年のマイルチャンピオンシップ。2016年度の JRA 賞、最優秀短距離馬。馬名の由来は冠名母なの一部。父、ディープ・インパクトは現役時代に中央競馬クラシック3冠、G1237 賞を挙げた。母。 スターアイルはアイルランドで生産され、日本に持ち込まれた。現役時代は、ダートの短距離で2勝を挙げた。本馬は2011年3月12日に、ノーザンファームで生まれ、2012年の1歳、セレクトセールで7980万円で、取引された。2013年9月7日の阪神ゴン・の2歳新馬で、安状、浜中春でデビュー。 二番人気に支持され二着に敗れる。二戦目の未勝利戦で逃げを打ち、ウオッカが保持していた二歳シュバ1600メートルの日本レコードを更新する1分32秒3のタイムで二着馬に小馬審査をつけ勝利した。出走を予定していたアサヒハイフューチュリティステークスは、賞金不足で除外となり、その前日のヒーラー儀賞に、アンジョー・ライアン・ムーアで出走。 このレースでも花を切り、二着馬に三馬身半差をつけ、勝利した。なお勝ち時計は、同距離で行われる、翌日の朝日杯フューチュリティステークスのタイムを、コンマ5秒上回るものであった。年明け初戦の新山記念では、浜中俊に、た綱が戻り、コースタートを切りそのまま花に立つと、二着、ウィンフルブルームに半馬身差で勝利した。 重傷初制覇をベースレコードで飾った。続くアーリントンカップでも高スタートから逃げ、三馬身反差で重傷連勝を果たした。そして2ヶ月の休養を挟んで迎えた NHK マイルカップはスタートを決めて、花に立つと最後まで逃げ粘り、高連勝で GI 初制覇を果たした。距離適正の都合から東京優勝を回避し、安田記念に挑むこととなった。 その安田記念では、前走の同舞台の NHK マイルカップでの勝利に、加え 54kg という有利な金量と、好条件が重なり重賞3連勝中のジャスタウェイに、次ぐ2番人気に押されたが、初の不良馬場の影響からか息足が鈍り、直線で失速し16着と惨敗した。レース後は、放牧に出された。 秋初戦のスワンステークスでは3歳馬ながら5 7ラムの金量を背負ったものの一番人気に支持された。道中で先頭に立つとそのまま逃げ切り重症4勝目を挙げた。3月1日の阪急杯から指導、後一位層から一旦は先頭に立ったものの、大和間条例に交わされ2着。続く高松の宮記念は道中後位の外につけ直線でエアロベロシティ。 白山ムーンとの争いになるも3着となる。6月の安田記念は見せ場なく15着と大敗する。秋に入り、10月のスプリンターズステークスは先行するも4着。その後、香港に遠征し12月の香港スプリントは2番手につけるも直線で後続につかまり7着だった。前年同様阪急杯から始動、浜中春の負傷により、松山公平と、 新コンビを組んだ。コースタートから先手を奪って逃げると最後は先段から差を詰めたオメガベンデッタに3、4馬審査をつけ1年4ヶ月ぶりの勝利を挙げた。続く高松の宮記念は3番鉄一層から直線で一旦先頭に立つもビッグアーサーに交わされ2着だった。その後、半年の休養を挟んで10月のスプリンターズステークスに2番人気で出走。 スタートから花を奪い逃げ、直線に入ってからも、懸命に粘る者の,の中段から追い込んできた、レッドファルクスにかわされまたもや2着となる。11月のマイルチャンピオンシップは先手を取り逃げると、直線では、中段から追い上げてきたイスラボニータの追撃を振り切り、GI2 勝目を挙げた。しかし直線で、ネオリアリズム、里のアラジン、ディサイファー、 ダノンシャークの進路が狭くなったとして、審議対象となり、公着とはならなかったものの、起乗した浜中春は開催日8日間の起乗停止処分を受けた。その後、12月の阪神カップは、道中逃げるも直線で失速し6着に終わった。2017年1月、2016年度の JRA 賞最優秀短距離場に選出された。 同年1月29日付で競争場登録を抹消され、現役を引退し、ヤシロ大スタリオンステーションで種ボバとなることが決定した。2017年より、ヤシロ大スタリオンステーションでつなぎをされている。同年のシーズンオフからは、シャトルシュボバとして、オーストラリアのアローフィールドスタッドでつなぎをされている。2020年に初年度ン区がデビュー。7月4日、 阪神競馬場の2歳新馬戦でデュアリストがデビュー勝ちを収め、これが3区の初勝利となった。2020年9月6日、メイケーエールが小倉2歳ステークスを勝ち、3区の重賞初勝利となった。メイケーエールは11月7日のファンタジーステークスも勝利し、重賞連勝を飾った。2020年12月2日、デュアリストが兵庫ジュニアグランプリを制し、 サンクのダート重賞初勝利となった。2020年11月12日、オーストラリアで開催されたゴールドコースト2歳、トレーニングセールでサンクの大馬が最高価格の50万ゴードルで落札された。ありがとうございます。